全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。少しばらついたスタートになりました。まずは先行争い、4番ミカエル・スペンサー、この馬が行きました。10番エンゼル・クレユーの譲りません。その後は7番アルポイリス、18番インパスコミュー、好位をキープ。これを見るように内側15番モコガリレオ、各馬1コーナーを目指します。4馬身相手2番シングルタップ、4馬身相手8番スタンレーホーン、4馬身相手1番サナツバキ、14番アイリッシュサウス、この辺りが中段。内から12番ファンタジーライフ、そのうち5番ファーストムラン、これからバックストレッチに向かいます。続きまして17番カゲサイクロン、そのうち16番ブルールージェ、内から11番ステラシュガー。 1000m の通過タイムは1分0秒5、外を抑えて13番ハヤテシャーロック、後ろに6番ノーカーウィーク、少し差が開いて3番アースワックス、9番初代後方、先頭から最後方まで10馬身以上。先頭変わってエンゼルプレユード、差がなく7番アルコイリス、18番インパストミュー、好位をキープ。これを見るように内側15番モコガリレオ、そのうち4番ミカエル・スペンサー、各馬大欅の向こうを通過。3馬身相手2番シングルタップ、4馬身相手1番サナツバキ、少し差が開いて12番ファンタジーライフ。長い府中の直線 500m に入ります。さあ直線コースに抜いた。若干リードはエンゼル・プレユード、400を切って先頭エンゼル・プレユード、その後アルコイリス、エンゼル・プレユード粘っている。先頭はエンゼル・プレユード、あと200、エンゼル・プレユード頑張っている。2番手ミカエル・スペンサー、差を詰める。エンゼル・プレユード伸び足がいい。エンゼル・プレユード先頭、エンゼル・プレユード逃げ切ってゴール。勝ったのはエンゼル・プレユード、鞍上は岩田未来騎手。エンゼル・プレユードブリーダーズカップを制しました。2着以下は混戦となりました。